油から火柱が。今朝早く諫早市中心部の繁華街の飲食店から火が出て2棟が焼けました。こちらは諫早市役所の近く、飲食店が立ち並ぶ通りです。あちらの建物が出火元とみられています。そしてその左隣の建物にも延焼しているのがわかります。あたりは一面黒く焦げた匂いが漂っています。今朝5時前、諫早市高城町の飲食店から油から火柱が立っていると110番通報がありました。火はおよそ5時間後の午前9時55分に消し止められましたが、木造2階建ての店舗兼住宅に入る火元の飲食店つどんやぼんくらが全焼し、同じ建物に入る隣の飲食店と2階の住宅を焼きました。また隣の木造2階建ての建物にも燃え移り、中に入る2つの飲食店の一部を焼きました。ああ、もう真っ赤、まず真っ黒い煙が立ち込めて、そして今度赤い炎に変わったつどいやぼんくらではキッチンで仕込みをしていたということです。焼けた4つの飲食店に客はおらず、怪我をした人はいません。また火元の飲食店が入る建物の2階の住宅には1世帯2人がいましたが、避難して無事です。諫早署と消防が詳しい出火原因を調べています。